台風14号の最新情報をお伝えします。まず気象衛星です。台風14号中心は引き続き沖縄の南、1時間に10キロの速さで西北西に進んでいると解析されています。最新の台風予想進路マップ、気象庁の9時の観測に基づく予想です。4日9時現在ですけれども、台風大型で非常に強い勢力となりました。勢力がやや上がって非常に強い勢力となっています。西北西に10キロの速度で進んでいて、中心気圧は950ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートルとなっています。台風の暴風圓そのものは現在先島のやや南側ということで、直接的にはかかっていません。この後台風の進路は西向きになっていきますので、台湾の南部を指向する予想、そしてその後もさらに西向きに進んで、8日日曜日の朝9時頃には熱帯低気圧に変わる見通しです。先島方面、この台風の暴風域あるいは暴風警戒域が直接かかることはなさそうですが、平均で15メートルから20メートル程度の強い風、瞬間的には25メートルを超える暴風レベルの風が吹く可能性があります。今日の夜の初めにかけて台風が最も近いところを通っていきますので、風の強まりにも引き続き十分に注意をしてください。そして降水です。雨の方ですけれども、現在台風本体の活発な雨雲は先島よりも南の海上を離れていますが、その北側に連なっている東寄りの暖湿流に伴う活発な雨雲、そして秋雨前線上の活発な雨雲が沖縄本島付近から奄美方面のさらに東の海上に連なっています。これらの雨雲の通過のタイミングでは、南西諸島各エリアで短い時間の激しい雨、雷や突風を伴って降る可能性がありますので、雨の降り方にも要注意です。そして波の高さです。台風の北側を中心に波の高い状態が継続しています。先島方面では波の高さ、これから今夜にかけて6メートルから8メートルの大しけ、沖縄本島方面でも4メートル前後のしけ模様となる見通しです。引き続き太平洋側沿岸には近づかないようにしてください。台風14号の最新情報をお伝えしました。